お兄様、お母様が奥の部屋に。怪我もなく、ご無事だわ。そうか、よかった。皆さん、助けてくださってありがとうございます。アルフレッド、セリーヌもよく無事で戻ってくれました。母上、リトスの地より神竜様がお越しくださいました。神竜様が？イブ将、ご無事で何よりです。こうしてご挨拶をするのは初めてですね。アルフレッド王子のお迎えでフィレネ王国に参りました。ああ、そのお姿、ついにお目覚めになられたのですね。私がフィレネ王国女王イブですわ。こうしてお目にかかれましたこと、この上ない幸福です。今回の戦で勝利することができたのは神竜様のお力あってのことなんだ。救援要請を受けて同行してくれたばかりか、セリーヌを助けてくれて、我が国に伝わる慈愛の王女の指輪に宿る紋章師セリカをも顕現してくれた。あの伝説の紋章師を？なんて素晴らしい奇跡でしょう。ありがとうございます。あなた様に最大の感謝を申し上げますわ。私たち王家の者がこうして無事でいられるのはあなた様のおかげです。その聖なるお力はまるであなた様のお母君のよう。神竜ルミエル様はお元気でいらっしゃるかしら？あの母は亡くなりました。え？そんな、一体なぜ？殺されたんです。城に侵入者が現れて、それで母は私をかばい、敵の攻撃で命を落としました。ああ、なんということなの。今回は助けられてよかったです。イブ女王がご無事で。どうされましたか？すみません、少し母のことを思い出してしまって。母のこともこんな風に助けられていたら今も共に過ごせていたのだろうかと。神竜様、私にはあなた様の深い悲しみを癒すことはできません。ですが、ただ受け止めることはできます。目覚めたばかりの身でお母君を亡くされさぞおつらかったでしょう。どうか今は思いをこらえずにいてください。イブ女王、ありがとうございます。あなたの手が温かくてよかったです。元気だった頃の母さんのように。落ち着かれましたか？はい、すみません、お見苦しいところをお見せして。謝るのはこちらの方だよ。僕たちのせいで君は悲しむ間もなく戦うことになってしまった。本当にすまない。ごめんなさい、神竜様。いいえ、すぐに立ったおかげでセリーヌもイブ女王も助けることができたんです。母と同じ神竜である私にとってそれは何よりの誇りですから。ありがとう。先ほどの戦でイルシオン王国は邪竜を復活させたと言っていましたね。異形兵が各地に現れているのはその影響で間違いなさそうです。目覚めた邪竜が指輪を欲しているというのも今回の襲撃で明らかになった。それなら奴らに奪われる前に次の指輪の元へ急がないと。イブ女王、フィレネ王国に託されている指輪、私に預けてくださいますか？もちろんですわ。どうぞお持ちください。フィレネ王国の愛と信頼、そして感謝を神竜様に。ありがとうございます。指輪についてなのですが、まだお伝えしていなかったことがございます。実はフィレネにはもう一つ紋章師の指輪が存在します。なんだって？
我が国に二つ目の指輪が。フィレネの指輪は一つではなかったのですか。隠していてごめんなさい。争いの火種になってはいけないと。その指輪の存在は代々フィレネ王国の王や女王にのみ言い伝えられてきたのです。ですが邪竜が復活した今、隠しておくべきではありません。神竜様より託された指輪の数は公には各国の王家に一つずつ。しかしフィレネにはそれ以外にも密かに託された指輪があったのです。その名は暁の巫女の指輪。暁の巫女の指輪。誰にも見つからぬようにするため、このフィレネ城内での保管はしていません。今はブロディアとの国境付近にある祠に安置してあります。あの古びた祠か。お兄様ご存知なの。父上が亡くなったすぐ後、母上に連れられて一度行ったことがあるんだ。この場所は覚えておきなさいと言われて、当時は意味が分からなかったけれど。そういうことだったんだね。ええ、いつかあなたが王位を継ぐ時に口伝のみで事足りるようにと。では祠へは僕が案内を。そのまま神竜様に同行します。行くのですね、アルフレッド。はい、僕は戦を終わらせる力となりたい。平和のために戦うこと、そして神竜様と共に旅立つことをお許しください。お母様、私も神竜様のお力になりたいです。アルフレッド、セリーヌ。わかりました、旅立ちを許しましょう。立派に役目を果たしなさい。ですがくれぐれも気をつけて、必ず生きて帰ると約束してくださいね。はいはい、ありがとうございます、イブ長。準備が整うまではゆっくり休んでいらしてください。これから長い旅になるでしょうけれど、ここで無事を祈る者がいることをどうか忘れないで。皆にご分がありますよう、私はここから祈り続けておりますわ。神竜様、失礼します。はい、神竜様。ありがとう。聞いてください。
神竜様。神竜様、よろしいでしょうか、神竜様。あなたたちは？私は錬成屋でございます。私はアクセサリー屋です。仲間の武器屋より神竜様の拠点で店を出したとの手紙を受け取りまして、よろしければ私たちもお力にならせていただけませんか。私がいれば武器をより強力にすることができます。私は戦いのお役には立てませんが、アクセサリーで見た目を変えるお手伝いができますよ。武器屋さんのお知り合いでしたら心強いですね。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。必ずや神竜様のお役に立ってみせましょう。よろしくお願いいたします、神竜様。ねえ、ここまで来りゃあいつらも、まあ無様な姿その様子だと指輪は奪えなかったのね。も申し訳ありません。奴ら思っていたよりも手だれで。そうだ、探してらした慈愛の王女の指輪はセリーヌ王女が持ち逃げしてたらしいですぜ。今は神竜とかいうやつの手元にあるようです。ふん、今回は情報だけで手打ちってことに次はうまくやりますんで。次はないわ。失敗したのなら分かっているわよね。殺さないでくれ。申し訳ございません、お目汚しをいたしました。指輪も奪うことができず。一つぐらいはと期待したのですが、仕方がありませんね。ルミエルが死んだことを確認できたのでよしとしましょう。ですが新たな神竜も現れました。まさかあの女が密かに子をなしていただなんて。あの時ルミエルが身を挺した理由に合点がいきました。いかがいたしますか。神竜王城での戦は熾烈でした。まだ戦える状態ではないでしょう。私もあなたもしばし静観が得策です。時が来るまで泳がせておきましょう。は
ずっと君のことを見ていたから、こうして話ができて嬉しいよ。私もです、マルス。これからも隣にいてくださいね。そして私に力を貸してくれると嬉しいです。それじゃあ、どうもどうも。錬成屋のご説明を。またお待ちしてます。受けたま。またお待ちしてます。ありがとう。ありがとうございます。アクセサリー屋のご説明を。またお待ちしています。あら、いらっまたいらしてね。よ、
前田リこの生き物は一体。おお、見つけられましたか、神竜様。バンドレ、この子のこと知っているのですか。あなた様がお目覚めになる少し前より、時折姿を現すようになったのです。ルミエル様に伺ったところ、どうやらソラネルの守り神のようなものらしく、古くからここに住み着いていて、ルミエル様の幼き頃に遊んだこともあるとか。母さんの幼い頃に。ずいぶん長い間生きているのですね。なんだか親近感を覚えてしまいます。この者も神竜様のことを気に入っているようですし、よろしければお世話をして差し上げてはいかがでしょう。ソラネルの守り神であるのなら、何かご利益があるかもしれませんぞ。そうですね、せっかく出会えたのですから仲良くしたいです。この子の名前は。この名で呼びましょう。これからよろしくお願いしますね。名をもらって喜んでいるようです。今後を見かけたら話しかけると良いでしょう。
うなの。ありがとう。様、大丈夫ですか？ブシュロン、突然どうしたんですか？ああ、いえ、すみません。どことなく疲れていらっしゃるように見えたもので。よくわかりましたね。実は今、なんとなく体がだるくって。それはいけませんね。食事はちゃんと取れていますか？しっかり食べています。睡眠は？たくさん寝ていると思います。食事も睡眠も問題ないのに体がだるい。もしかしたら心労が原因かもしれませんね。心労？はい。戦をしているとどうしても心に負担がかかってきますから。神竜様は心労を発散する方法はお持ちですか？考えたこともなかったです。ブシロには何か発散法があるのですか？ええ、いくつか。誰もいない山の中に分け入り、清流でのんびりと釣りをするとか。楽しそうです。私も試してみたいです。ではよろしければ俺と一緒に試されてみますか？気に入るものがあればこれから使えるかもしれません。はい、ぜひお願いします。都合のいい時に誘ってください、ブシロン。今日はどうしようか。体と相談して決めてくれ。聞いてるよ。素晴らしい。聞いてるよ。かっこいいよ。素晴らしい。聞いてるよ。いい感じだ。かっこいいよ。聞いてるよ。素晴らしい。聞いてるよ。頑張れ。素晴らしい。僕も幸せだよ。また一緒に鍛錬しよう。
綺麗になるかしら。あなたに磨いてもらう時間が私は好きよ。なんだか変な気分。なんだか変な気分。嬉しいな。また君とこんな時間を過ごしたいな。君は気が利くんだな。君とこうして過ごす時間は悪くない。あまり見られると照れるな。第一王女セリーヌ、心置きなくやりましょう。さすが強いんですね。幸せな時間だったわ。ブシロン、参る。はっ、あ、はっ、それ、うん、あら、はい、己の未熟さだな。また勝てるように頑張るわ。
神竜様ファンクラブ会員ゼロ番クラン。フィレネ王城兵ルイです。はい、負けちゃった。話したいことがたくさんあったはずなのに、こうして目の前にするとなかなか言葉が出てこないわ。私も同じよ、セリーヌ。焦らずにゆっくりお互いのことを話していきましょう。今日のお茶会楽しかったです。ありがとうございました、セリーヌ。そんなお礼を言うのはこちらです、神竜様。神竜様とお話できて嬉しかったです。おかげで紅茶の味も格別でした。花の香りが素晴らしかったですね。あんなに美味しいお茶があるなんて。お口に合ってよかった。実はフィレネ王国の茶葉なんです。口当たりも優しく香りも柔らかで、まるでフィレネを象徴しているかのよう。私の一番のお気に入りなんですよ。フィレネの人々は争いを好まず牧歌的な生活を好むと聞きました。あの紅茶はフィレネの特色にぴったりだと思います。神竜様はこんな伝承はご存知ですか。フィレネの王宮には精霊が住み、善良な者には幸福を約束する。しかし泥棒や侵入者にはいたずらをして追い払う。いたずらをして追い払うですよ。罰を与えるでもなく傷を負わせもしない。抑止力になるのか疑問です。でも素敵な伝承ですね。そんな伝承が伝わる国だからこそ、フィレネの人々はみんな優しいのでしょうね。そうかもしれません。神竜様、よかったらまたお茶をご一緒しましょう。階段が急だったわ。お茶は大丈夫かしら。
よく眠っていらっしゃるわ。夢の中にまでこの紅茶の花のような香りが届けばいいのだけれど。はあ、本当にいい香り。覚める前に起きてくださってよかった。今日はおすすめの紅茶を用意したんです。一緒に楽しみたいと思って。